山選手、小柳選手が5メーターチャンネルに、はい、両サイドに来たんだね。届いた、ライリーでした。タックルは下、受けてはいたんですが、上半身まだ動きがありました。そうですね、勝負の手前一枚、ライリースピードスター、ここで離した、これは最高のタイミングでどうぞというところでパスを送りました。ライリーブレイク、ボーシェのブレイク。そうですね、でこのライリーはいわゆるスピード、はい、キックに備えて4人備えてます。おお、狙った、ライリードンピシャー、もう一本追加はワイルドナイツでした。アーロン・スミスはキックではなくてパスに変えました、狙いました。オールブラックスの判断を狂わせる。